前回土曜日のライブ配信でお話ししたんですけども、重要なことなんで改めてまた詳しく話そうかと思うんですけども、ブラック差別というものは、まあ、90年代まで近世政治紀元説っていうのが言われてたわけです。江戸時代にね、制度として作られたと。でもね、今のブラック差別って僕はね、もう近世じゃなくて近代、あるいはもう現代政治紀元説だと思います。つまりね、もう現憲法下の今の政府の時代にもう政治的に作られたものじゃないかと。もう近世だとかね、あるいは古代なんかのもう先民とはもう完全にもう無関係なものになってるんじゃないかっていうのがね、私の考えなんです。で、そう思わせるようなね、理由っていうのはたくさんあるわけですね。で、その一つが最近ね、もう10月3日、これがあの解放同盟側のね、裁判の書類の提出期限だったんだけども、その時に出された事実実験公正証書っていうのがあるんです。結局趣旨としてはね、部落民、部落出身者の近親者なんかが被差別部落の出身者であることが明らかとなりみたいなことを書いてあるんです。明らかとなりですよ。つまり部落民の親戚は部落民だっていうようなね、そういう前提でこの書類が作られてるんですよ。で、これ事実実験公正証書ですからね、公証人っていうもう公務員と同等な立場のある人が作ったものです。正式に作った公文書。それでまあ、この先の部分っていうのはちょっとね、個人名とか書かれてるところがあるんだけども、まあ結局は平たく言えばこの人が部落民ですっていうね、あの西島委員長なんかも含めて、解放同盟の関係者が部落民ですっていうふうに、まあ、個人名を書いて認定するような証書なんですね。で、これを作ったのが交渉人、萩原さんですね。萩原秀樹さん、この人ね、経歴を調べたら裁判官とか法務省の人権擁護局長をやってたんですね。で、前回のね、公正証書ね、これだけじゃないんですよ。前回にも出されてるんだけども、それも交渉人の経歴調べたらね、法務省のね、大臣官房なんですよね。だからもう幹部クラスなんですよ、これ作ったのが元ね。いや、僕ね、これね、人別帳なんですよ、どう考えても。それを裁判官とか法務省のね、幹部を経験した人が作ってるっていうのでね、もう相当闇が深いと感じてまして。で、僕は裁判でね、まあ裁判でも何でもだけども、まあ僕は差別者だというふうに言われて、差別してるんだって言われて、で、なんか未だにね、深刻な部落差別がとかね、身元調査がね、行われてるとか言ってるんだけども、じゃあ具体的に誰がそれをやったんだっていう証拠なんか一つも出てない、裁判の中で。だけどこれは間違いなく身元調査なんですよ。で、その差別だっていうのも、解放同盟の関係者、まあ名前言っちゃえば、まあ、池田さんと、あと下吉さんかな、住んでるところは部落でっていうようなことを、こう小学校中学校なんかで言わせてたっていうことですよね。で、そんなのも、そういうのこそ差別じゃないですか。それってだってやらせられるのは部落の子供だけなんですよ、そんなことやらされるのは。だからこれなんか僕は差別やってるだとか、未だに根強い身元調査がとか言ってるけども、結局身元調査やってるのはこのね、人権擁護局長の萩原さんだし、で、ブラック差別って言って、そういうブラック民宣言みたいなのをやらせてたのも解放同盟関係者で、この原告なんですよ。だから差別やってるのも身元調査やってるのももう原告じゃないかと。で、そういうことを裁判所も認めてるんだって、そういうオチがついてるわけですよ。で、僕は別に身元調査も何もやってないし、で、別にそんな差別するってこともやってないわけです。むしろ無差別にやってるんで、僕についてはね。じゃあ、その現代政治紀元説っていうのは、結局その部落民が誰か、誰が部落民かっていうことをこう公的にね、認証するっていうことを今の政府がやってるんです。で、それがね、もはやね、過去のね、その部落差別得た否認とかでもはや関係ないところまで来てる。結局その裁判所の判断として、解放同盟関係者なら部落民だっていう、まあそういう判断だし、親戚だったら部落民で、これ戸籍、本籍地住所が部落にあれば部落民。言っとくけどね、今のその戸籍とかね、住民票なんてね、江戸時代ないんですよ。戸籍って今あの明治時代に整備されたものなんでね、それを基準に判断してるんで、もうこれ江戸時代のね、制度とか関係ないんじゃないですか。もう完全に今の行政システムを使って部落民認定してるんじゃないかっていうところなんですよ。だからこれ部落民っていうのはもう現代の
政治を起源としてるっていうことで、政治的な都合によって今も維持されてるっていうことなんです。で、例えばその童話対策なんかね、じゃあ誰を童話住宅に入れるか、個人給付的なもの、あるいは税金の減免というもの、そういうのがどうやって対象になるかって言ったら、別にその江戸時代のね、その経緯とかそういうもので判定されてるもんじゃなくて、今の戸籍とかね、住民票でそういうことを判断してるし、あるいは解放同盟っていう、あとはまあ童話会なんかもあるんだけども、そういう童話団体に入ってるかどうかっていうことで認定してるんですよね。だけど今の童話団体っていうのは江戸時代のね、そのまあ身分組織、段左衛門配下のなんかそういう江田の組織なんかとは全然関係ないんですよ。つながりはないんですよ。でもやってることは、そのいわゆるその政治起源説で言われてたことと同じじゃないですか。いわゆるその得たと否認の団体があると、その団体の中の仲間がそのいわゆる得た否認だっていう考え方なんですよね。じゃあその得た否認の団体っていうものを、この解放同盟だとか同和会とか、まあ、人権連の前、まあ、前回連の時代ですね、そういうのをやってたのは、そういうものに置き換えたらどうなんだと。いわゆる得た否認っていうものを、まあ、部落民だとか被差別部落出身者だとか同和関係者というものに置き換えたらどうなんだっていうと、もうこれは今やってることって、これその近代政治起源説で言われてた身分制度そのものじゃないですか、今の政府がやってることは。なおかつその、まあ、解放同盟とかね、その同和団体だけじゃなくて、こうやって公的な書類としてこの人が部落民ですって言ってね、こともあろうに人権擁護局長をやってた人が交渉人の立場でこういうことをやってるんですよ、この人は部落民ですよって言って、でこれに関しては多分ね、なんか一定の地域に住んでることをね、認定しただけだとかね、事実を検証しただけだとか言ってるけども、だってここになんか近親者が被差別部落出身とか書いてあるじゃないですか。もうここまで来ると地域の問題じゃないでしょ。部落民の親戚は部落民だって言ってね、認めるような書類作ってるわけだから、こんなもん身分制度以外の何なんだってことなんですよね。まあ多分ね、裁判所は意地でもへりくつこねて、これは身分じゃないって言うと思うんだけども、じゃあこれが OK だったら、じゃあ探偵や更新所だってね、やったらいいんじゃないですか。誰の本籍地、住所が部落にあるか、親戚が部落民かどうか、うん、でそしたら身元調査じゃないんだってというふうに言い訳できるじゃないですか、更新所なんかも。でなんか言われりゃね、この元法務省人権擁護局長の萩原さんがやってたから、この書式を真似して作りましたって言えばさ、そしたらもう完全にね、探偵のやることはダメだって言ったらダブルスタンダードじゃないですか。といっても、まあ、探偵とかね、更新所がじゃあどんだけそういうことをやってるんだっていうのも相当怪しいですよ。でもこれに関しては実際ここに書類があるわけだから、まあおそらくね、江戸時代もこのお奉行様、お役人様がいてですね、例えばその大磯だったらね、大縄橋さんなんか江田頭がいたわけですよ。で、あそこは箱根のね、関所なんかも管理してるから、街道をね、穏便に通してくださいっていうことで、大名なんかが江田頭に捨て届けをしてたんですよね。これもなんかそういう感じの構造が見て取れますよ。この交渉に今で言うところのお奉行様みたいなもんですよ。その人もこのお役人様が、まさにそうですよ。これその童話団体から言われたお役人様が人別帳を作ってるんですよ。まあ江戸時代にね、こんなことがあったかどうかわかんないけども、でもいわゆるね、近世政治起源説のイメージってなんかこういう感じで、なんかそれをそのまま現代にやるっていう、この神経どうなんだと。で他にもね、杉藤さんかな、横浜国際人権なんたらって、神奈川のね、そのまあ元人は全日本同和会なんだけども、まあ、人の過去についてね、なんか見ましたよ。脱税を指南してたと、そういう記録が出てきます。でその中でね、もうすごい言葉が出てくるんですよ。まあその、ね、差別されてる人たちに対しては国が特別な保護をしてるから税金が負けてもらえるっていうような話をね、持ちかけるんですよ、杉藤さんが。まあ相談を受けた多分ね、資産家の夫婦だと思うんだけども、まあ結局は断るんですよね。でその断る理由っていうのはね、なんかね、嫌だよ、官房になるなんて私は嫌だよみたいなことを言ってるんですよね。いやちょっとこの言葉ね、関西の人はね、分かりにくいかもしれない、とか関東の人でも今時この言い回しが分かる人っていないだろうね。でも僕はね、神奈川とかね、静岡あたりのね、じいさんばあさんなら言いそうな気がする。まあ、ばあさんなんか言いそうだな、私は官房になるなんて嫌だよって言って。官房っていうのはね、
まあ、カーボーとかね、カワボーとかそういうふうにも言うんだけども、まあ、このあたりのエタの言い方ですよ。カワ、比較の川に、坊主の坊でカワボーですね。それがなまってカンボーというので、カンボーになるってやだよ。この言葉はね、意味する音っていうのは、まあ、要はその同和団体に入って、税の減免を受けるっていうことは自分がカンボーになることだっていう。つまり、その同和団体に入ったら自分はそのエタになるっていう、まあ、そういう意味なんですよね。だからまあそういうような話をしてたんですね。同和事業とか、まあ、そういうものに関わってる人、この法律関係者とか法務省の人もやっぱそういう感覚なんですよ。同和団体に入ったら官房になるんだと、エタになるんだと。いやもうこれまさにね、まさにこれ現代政治起源説ですよ。非常にグロテスクなことなんだけども、現代のこの現代的なね、このね、政治システムの中に、この江戸時代の、まあ江戸時代に本当があったかどうかもよくわかんない、その妄想の中のね、近世政治起源説という妄想によって形作られたですね、身分制度というものがね、組み込まれてしまってるわけです。本当恐ろしいことなんですよね。まあそういうことでね、まあ、ちょっと余談になるんだけどね、私は嫌だよ、官房になるなんて、この言い回し、僕好きなんですよね。ちびまる子ちゃんのなんか言い方になんか似てますよね。うん、静岡、神奈川、この辺りのね、おばちゃんってそういう感じの言い回ししますよね。嫌だよ、私は官房になるなんて嫌だよっていうね。うん。まあ、あの言葉にね、このね、現代政治起源説というものが凝縮されていると思うんです。で、僕はもうこれに関してはね、もうどんどん反論していってね、ちょっとこの問題は追及していきます。本当に現憲法下でこんなことを許されるとは思えないですよ、僕は。まあ自分のことを調べたんだからいいって言うのかもしれないけど、じゃあ自分のことだったらさ、得た否認だっていうふうなことをね、認証するようなこんな書類自分だったら作っていいのかって、それもまた違うでしょ。うん、まあ、人のを作るのは身元調査だけど、自分のを作るのは身元調査じゃないって言ってね、言うのかもしれんけど、じゃあ自分自身ブラック民かどうか証明するような書類を作るのがいいのかって言ったら、僕それも違うと思いますよ。それやっぱ得た否認はなくすっていうことはすでにもう明治時代に決まってるし、今の憲法でもこういうことを、たとえね、自分自身のことであっても僕やってもいいとは思えないですからね、これ、うん、ということで、この件についてはもう追及するし、裁判の結果がどうであろうと、もうこの公正証書をね、元人権擁護局長が作ったっていうことはね、もうこれはね、もう後世にね、こういうことが今あったと、令和の時代にあったっていうことはね、これはもうとにかく記録として残して、もう知らしめていく必要があると思ってます。うん。まあ本一冊書くっていうことも考えてますしね。ということで、その現代政治起源説について、私の思うところをお話しいたしました。